そのピュアな気持ちでこの大地に降り立とう。アナスタシアで地球とつながる。おはようございます。アナスタシア響き渡るシベリア杉シリーズを読んで一族の土地整備中のタカシです。今日は、水システムを、整備作っていこうと思います。井戸掘りを前回やったんですけども、僕が考えたプランの井戸掘りは、見事に失敗しまして急遽、池を掘るということにしました。で、池が掘れたんですけども、その池から、水ポンプを使って、普段の生活用水を確保しようと思っています。で、今回使用する水ポンプなんですけども、カワ S250S という方のものを使用しようと思います。詳しくは概要欄に載ってますので、ご興味ある方はご覧ください。では早速、今日のプランを紹介していこうと思います。では、はい、ということで、これが今回、使う川本ポンプの、カワエース250S というタイプです。一応浅井戸も深井戸も両方いけるタイプで、深井戸の場合は圧力を送って長い距離深い距離でも、より水を引き込みやすい仕組みになってます。今回はこれを設置していこうと思います。で、配管とポンプなんですけども、昨日ですね、ざわっと、頑張ってこう、穴を掘ってみました。一応凍結防止のために、本当は30センチぐらい土に埋めた方がいいんですけども、もう途中で、もう嫌になってやめてしまいました。一応この家の入り口だけ、手で掘っといて、で、あとは、道の整備の時にユンボを借りた時にもう一緒に掘っちゃおうかなと思います。なるべく楽をしようというもともと怠け者なんで簡単にできる方を選ぼうといつも思ってます。はい、とりあえずまだ冬までは、あと半年以上時間があるんで、とりあえず水を確保してまたぼちぼち、配管の方を埋めていこうと思ってます。はい、一応配管はなんとなく置いてみてるんですけど、こういう感じで結構ね、一応24メートルまでいけるポンプなんですけども、川本ポンプの方に、電話で確認したところ、横引きの場合は深さ ×10 メートルのキャパがあるっていう話だったんで、つまり、24メートルの高さのキャパがあるポンプですんで、全部横引きで行こうとすると、一応240メートルまではキャパがあるっていうことになります。つまり横に行くところは、1メートルの深さ分が ×10 倍、10メートル横引き、イコール縦1メートルの深さっていう対応になってますね。なってるらしいです。はい。実際に使ってないので、やってみてって感じですね。はい。で、一応ここが、井戸掘り断念して、一応ここにお水が溜まってますね。これもね、1.5 メートルぐらいの深さで、もう硬い岩盤にぶつかってしまったんで、で、何箇所かこの辺掘ってみたんですけど、やっぱりね、この辺岩盤全部硬いのが一面入ってるみたいで、井戸掘りは
とりあえず断念しました。はい。で一応大きめ広い目の池を掘って、でそこから普段の生活用水をお風呂とかで、まあ、洗い物とかそんな感じですね、その辺の生活用水を、ジャバジャバ使えるように、ここから取っていこうかなと思っています。はい、では早速、配管つなげてみようと思います。はい、これがジェットという部品になります。こっちからこう圧力を送って、この水の引き上げの強さをより強力に増すっていうシステムになってます。一応この辺まで水に浸かるようにという取扱説明書でした。井戸の引き込みの深さによって、ジェットの種類が何種類かあるので、その辺を間違えないようにしないといけないなと思います。これも詳しくは概要欄にありますんで、また見てみてください。はい。それでは実際に取り付けてみます。
では、配管の方設置完了しました。では早速、試運転してみようと思います。一応この呼び水を、また最初に入れて、で、こっちから圧力を送って、こっちから水を引き込む。で、こっから、成功したらこっから水が出てくる感じになります。多分1分2分くらいかかると書いてあるんで、まずはやってみようと思います。では。